すごい来た、多分これは行ったこれは行きましたね、行ったな、これは行ったぞ、今地球人たちが盛り上がってますよ今うわぁ、ちょっとマジで、お疲れ様でした。ちくしょう、あと4万ぐらい、あと3万とかですね、多分。いやいや、いや、できすぎでしょ、いや、できすぎでしょ、本当に、エンさん、ありがとうございます。もう真っ白じゃないですか。皆さんにめちゃくちゃ感謝してますけど、僕は頭真っ白ですね。最後コメントを追うだけで、ね、いや、アルさんに申し訳ないことしたなと思いながら、ありがとうございました。はい、どうも、アダムロ店長の渡るです。ブッキングマネージャーの福です。はい、というわけでですね、革命ギグが終わってですね、はい、とりあえずまずは、福ちゃんのあのバーチャル服がなくなりました。そうですね。素顔が出ました。こんな感じでございます。彼、こんな顔でした。よかった。いや、素顔が出せて、本当に。しかも、もう、バーチャル服もね、もう、最後の方は、グダグダでしたからね。もう、そうですね。ガバ、グダグダのガバガバ、グダグダのガバガバでね、普通に結構顔とかも出てるの中、はい、一応、一応ライブで素顔を晒したということにはなってるけど、はい、ガバガバでした。ただね、革命ギグが、まあ、皆さんご存知の通り、こう、結果が出まして、うん、で、まあ、店長、まあ、僕、やることになりました。で、まあ、黒魔道士は、拓也ということで、はい。まあ、拓也はその、ブッキングマネージャーから黒魔道士になったわけなんですけれども、拓也は、まあ、もともと一番若くて、下っちゃ下だったわけで、うん、そうですね。で、まあ、それ、ブッキングマネージャーが黒魔道士に降格とは言いつつも、まあまあ、4番目が4番目になったっていうことで、まあ、その、要はね、前はね、店長、うん、副店長、ブッキングマネージャー、制作管理っていう言葉だったんだけど。そうですね。うん、第3制作管理だったんだけど、その制作管理っていう言葉がそもそもおかしいよ。そもそもおかしいですね。これはね、これは実はアダムの、適当に役職を作るみたいな。タクヤが入ってきた時に、うん、ブッキング見習いぐらいのレベルなんですけど、うん、まあ、ブッキング見習いじゃ担当するバンドもテンション上がんないだろう。そうですね。バンドマンがね、うん、ブッキング見習いにブッキングされるの嫌だな、みたいな。まだブッキングマネージャーから行ったれ、みたいな。うん、で、行ったれ行ったれ行ったれ。そっちじゃあ第三何やんだよって話になるんだけど。はい。その時に、つけたのが制作管理っていう言葉なんだけど、うん、まあ、制作管理って英訳するとブッキングマネージャーなんです。二人いることになりますね。ただ、ブッキングマネージャーを英訳しただけっていう、これね、超適当なんだよ。適当ですね。超適当なんだけど、うん、まあ、それを、まあ、今回、まあ、それをちょっと適当やめて、はい、まあ、ちゃんと黒魔道士にしようと。そうですね。ちゃんと黒魔道士にしようということで、うん、まあ、拓也がそこで、まあ、言う。まあ、もともと一番若かった彼が、まあ、いわゆる下っ端だった彼がそのままそこに収まった。まあ、それはいいんじゃないですか。うん、そうですね。というところなんですけど、まあ、1位と4位はだから、まあ、そういうことなのよ。問題はね、まあ、一応、福ちゃん、副店長ということで、まあ、2位。で、まあ、で、まあ、チョメピーはまあ、3番目くらいの位置に、まあ、一応いたのかなっていうところが、一応、ここは入れ替わっちゃいました。はい。大事なところです。まあ、チョメピーが副店長。はい。で、福ちゃんはブッキングマネージャー。はい。まあ、その、副店長とブッキングマネージャー、じゃあどっちが偉いんだとか、そういう、その言葉はね、まあ、その役職、うん、その話は、まあ、それはもう、一回、別にしておこう。うん、ただ、まあ、一応、アダム的には、一応、副店長、ブッキングマネージャーっていう順番には、っていう認識でありまして、うん、まあ、だから、要はナンバー2だった福ちゃん、ナンバー3になったと。そうですね。はい。うん、まあ、これは、やっぱもう、事実上、降格と言わざるを得ないです。いや、悔しいです。どういう気持ちですか、本当に。いやー、やっぱ、まあ、もちろんチョメピーが本当に強かったのもあるんですけども、はい、もっとできたことはたくさんあったんじゃないかなと、ライブとか打ち上げ配信とか終わった後にはやっぱり反省の念が、まあまあでも黒魔導士になりそうぐらいな思ってましたけどね。そうですね、まあ、そういう意味ではまあ3位とかでもまあギリだったのかなと思うけど、まあちょっと日が明けてちょっと布団を覚えてるとそうなんか、あ、福ちゃんブッキングマネージャーになった
ちょっと地味に地味にダメージがね、地味にダメージが今来てるんですね。 ありそう、はい、何が足りなかったと思いますか。じゃあそうです、ね、具体的に、具体的に、お前はいつもね具体的に言わないんだよ。ふわふわしやがって、はい、まあそこはねありますね。何が足りないの、もうトークでしょうね。まあね、まあそうですね、チョメピーにあって、服に悩むものはトーク、これはまあまあこれ間違いないでしょうね、はい、そう、それはね俺もね思いました。まあそのまあ普通のライブハウスだったら別にそんなにこう人前でトークがね、喋、うん、りが上手くなくてもいいのかもしれないけれども、うん、はい、まあ今こんな事態ですから。そうですね、僕ら YouTube スタジオですから、うん、YouTube スタジオもライブハウスではないん で、まあ、そこのあれに立つものをやっぱり必要最低限のトークというものはじゃあ必要なのではないかと。そうなんですよね。もう何も発信、何も伝わらないじゃん、伝わらないよみたいな感じになるので、まあじゃあやっぱちょっとここはトークを鍛えていただきたいと。はい、というわけでね、まあ、打ち上げの動画とかでも言ったんですけれども、まあ現在アダムがね、毎日やっているツイキャス、1時間ツイキャスやってるんですけれども、はい、それ今、まあタクヤが、黒魔道士が、今までずっと毎日やっていたんですけれども、うん、そこの枠をですね、拓也を3分の2くらいにして、はい、まあ、福ちゃんが3分の1、まあ、なんなら半分くらいやったっていいですよっていう、うんうん、まあ、そこにね、まあ、福ちゃんの喋、る場を与えてみようじゃないかと。はい、ありがたいです。ありがたいんですかね。大丈夫ですかね。で、大丈夫ですかね。お前もお前の、お前革命リーグ3日目のあの、R 藤本さんという凄腕芸人を呼んだ上でのあのグダグダな。もう藤本さん本当にごめんなさいと思って。めちゃくちゃ謝りました。ほら、そうだったらいいの。本当にすみませんでした。というね、まあ別に俺らが達者というわけでもないんだけれども、まあまあまあ、まあ、チョメピはすごいけどさ、そうですね、まあ、だからツイキャスちょっとじゃあ頑張っていこう。頑張ります。頑張っていこう。こっからそこでこう、喋るとはっていうね。うん、で、まあご存知の通り、アダムのツイキャスにはとある縛りがありまして、そこでの、まあお茶爆のですね、まあ売り上げがですね、まあ5000いかないと。ほ、今は受付でやってるんですけれども、そこは5000円を切ってしまった場合、先生、切ってしまった場合は、次の日がですね、もうトイレで配信してくれと。トイレ。もう邪魔だからみたいな。はい、まあ、福ちゃんが5000円いかなかったら、次の日はまあ大体拓也ちゃんが。まあ、そうですね。そうですね。で、福ちゃんが5000円いかなかったら、次の日の拓也がトイレになるんですなるほど。うん、で、うん、で、そこで拓也が取り返したら、うん、まだ受付に戻るんだけど、まあそこでまた仮に拓也が5000円やって次の日福ちゃんがやったとして、はい、で福ちゃんがまた5000円切ったらまた拓也がトイレでやんないといけないっていう、このね、これなんて言うんですか、これ協力連帯か、連帯、連帯チームみたいな感じでね、ちょっとやっていこうと思います。まあ逆に言うと拓也が5000円切ったら福ちゃんもトイレみたいなこともあるんだけど、うん、ただまあ今もう拓也はもういい感じで平均値叩き出してますね。いやこれはすごい、昨日もちょっと見ましたけどすごかったですね。昨日すごかったよな。昨日とかもなんか、うん、なんかね、もう お客さんが増えてるのよ今までなんか最初は40人50人ぐらいの平均値だったんだけど、昨日とかなんか7、80人とか普通に見てて、そうそう、ね、倍の人数がね。そうそうそう。で、いつの間にかお茶爆とかももうなんか全然1万円とかもね、うん、普通に超えちゃうみたいな。そうなんですよ。でもこれが、これ拓也がさらにこう上がっていったら、まあ、お前またこの車同士になっちゃうから、もうもうね、本当に頑張った方がいいと思うよ。本当に頑張った方がいい。あっす。じゃあそういうルールのもとで、じゃあちょっと頑張れますか。わかりました、頑張ります。はい、じゃあ福ちゃん本日のですね、21時からまず第1回目の、アダムツイキャス始まりますんで、はい、皆さんぜひとも見てください。よろしくね。よろしくお願いします。頑張ります。